みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日のテーマは電気。私たちの身の回りには電気がたくさんあるけれども、電気を通すものはわかるかな。ということで今回は回路迷路に挑戦。電気を通すものを選んで迷路を進んでいこう。それではレッツサイエンスクイズ。さて、自分が電気になった気分で電池のプラス極から回路を進んでいくよ。途中で5つの分かれ道があるから電気が通る方を選んで進んでね。あ、道が2つに分かれてるね。釘と木、君ならどちらに進む？木の方に進むと、うわー、怪獣だー、逃げろー。残念、木は電気を通しません。もう一度分かれ道の方に戻って釘の方に進もう。あ、また分かれ道。なになに？アルミニウム箔とハンカチか。どっちも薄くてヒラヒラしているけど、どっちに進もうかな。ハンカチに行くと、ひえー、落とし穴でした。布は電気を通さないんだね。もう一度分かれ道に戻ってアルミニウムへ進もう。アルミニウムは金属だから電気を通すんだね。あ、また分かれ道。ふむふむ、10円玉と1000円札ね。どちらに進む？やっぱりお高い方、1000円札に行ってみよう。あ、宝物がたくさん。やっぱりこれが正解だったんだね。やっぱり欲深いと良くないのね。紙でできている千円札は電気を通しません。10円玉は銅でできています。もう覚えた。金属は電気を通すだったよね。ということで10円の方に進もう。分かれ道、次はふむふむ、ハサミと定規だね。どちらに進む？定規の方に進むと、うわっ、崖だ。この高さは定規ではちょっと測れなそうね。ってそんな問題じゃなかった。この定規は透明だからプラスチックでできているみたい。プラスチックは電気を通しません。きっとみんなはもう分かっているよね。電気を通すのは金属。ハサミの持つところじゃなくて切るところに導線がつながっているから電気は通るはず。ハサミの方に進もう。5つ目の分かれ道、これが最後の問題だね。ふむふむ、消しゴムと鉛筆ね。どちらもお勉強するときに使うけど、どっちに進む？あ、
さっき木は電気を通さないって言ったからここは間違いなく消しゴムでしょう。あじじ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 じ、あ、火だ。消しゴムじゃ消せないよ。分かれ道に戻ってきたよ。消しゴムが電気を通さないということは、木でできている鉛筆が電気を通すってこと？あれ？よく見ると鉛筆は芯のところに導線がつながっているね。実は鉛筆の周りの木は電気を通さないんだけど、鉛筆の芯は電気を通すんです。ということで鉛筆の方に進もう。球がついた。優しくてあったかい光だね。たどり着けてよかった。通ってきた道を見てみよう。出発した乾電池のプラス極からぐるーっと回って、豆電球、乾電池のマイナス極と輪のようにつながると豆電球は明かりがついたよね。この電気の通り道を回路というんだったよね。みんなどうだったかな？今日のポイントはこれ。銅やアルミニウムなどの金属は電気を通す。木や布やゴムやプラスチックなどは電気を通さないでした。今日のサイエンスクイズ楽しんでくれたかな？今日のクイズの内容をもっと詳しく知りたい人はぜひ実験の動画を見てみてね。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。